ましょう。よし。うわすげえ。高木と中洲。さて、どこ行く？どこ行くか。ちょっといろいろまず回ろうぜ。うん。うわあ。てかさ、ケンキさん、俺さ、この時間まで外出ないからさ。そうだよな。ワクワクするわ。そうだよな、高木な。無料案内所もあるぞ。ここは配信消していこう。なんかすげえ、いろ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 いる。めっちゃいいですよな、この辺。てかさ、この辺行ってるの？まあ、もう本当に立ち見たもんなかったわ、これ。ここ入ってるんだ。そうだよ。俺らめっちゃ観光客丸出しみたいな、ね、いいね。俺もうめっちゃ見ちゃうもんなあ。あ、あれいいんじゃないの、ね、あれもそうじゃない。おい、なんか毛沢東パクチー&チップスなんだ。やべえ名前。おい、やべえ名前の商品あるよ。なんだ毛沢東パクチー&チップスって。おい、やばいって。大丈夫この店。怖いんだけど。じゃあとりあえず一旦ちょっと確認してくるわ、はい、カメラ、はい、いけるか。オッケーオッケー。ごめんなさい、横並びちょっとすごい恥ずかしいよ。しょうがねえよ、だってこれお前と俺映そうとしたのか、変に映っちゃうから。ちょっとキモいんだけどな、横並びちょっと恥ずかしいな。横並び恥ずかしい。メニュー、新メニュー、メニュー博多名物これじゃない？ここならではみたいな食べたいよ。博多名物じゃないの？イカの姿作り。何それ？深海で深い。イカの姿作り深いという。何それ？分からん。深い。頼んでみる。深いらしいから一回行ってみるか。俺らが多分どこ行ったか知らない人が多いな。今日俺はなんか本位のね、ライブに行ってたんだよ。なんか、なんだっけ、サーカスフェスみたいな、うん、行ってきたの。そう、ライブどうだった？あれが盛り上がってた。盛り、めっちゃ盛り上がってた、まあ、めっちゃ人かったな、うん、めっちゃいた。でも俺らレペゼンの聞いて帰ったから。そう、他はあんまよくわかんない。よくわかんなかった。難しかったな。めっちゃ人だよ、マジで。これ、何してるか分かんねえだろ、それ見しても。こんなとこにいた。俺でもさ、こっちとかあげれないわ。あ、いや分かるよ。俺とお前さ、だって俺らこうやって見てたもん。みんながこうやって見なきゃさ、こうやって見ちゃう。分かんないもん、確かに。いや、そう、盛り上がりどころ分かんないよね。そう、分かるよ。いや、でも俺、やっぱちょっと、うん、今日、ライブ行ってみて、なんか、なんか俺、クラジャズだなって思った。なんかさ、いや、もう隠そう、怖かったよな。怖かった。やっぱ、ホイの周りってやつって、怖いんだよ、あれ。俺、ずっと手をここに置いてたもん、できるだけ。なんでね。いや、なんか、何かあった時用に触っちゃいそう。ああ、そういうことね。あ、それでお前ずっとこうしてたの？あ、そう。なんかずっとこうしてるなと思って、まあ何をしてんだろうなと思ったけど、かわいいのかなと思って。いや、なんか、大体さ、男女で来てんじゃん。でさ、みんな、もうみんな髪の毛がさ、ここにしか、頭にしか髪の毛乗ってなかったじゃん。あ、わかるわかる。わかる、わかる。なんかみんななんか、ね、もみ上げがないんだよ。そう、みんなね、頭全部ホットドッグ持ってくるから。そうなんだよ。ここにしか髪がないんだよ。そうだね。わかるね。だから、まずなんかその何かの間違いでちょっと触っちゃったりとかして、攻撃されるのが怖かったから、俺。極力一応、ここ、脇を締める感じで、こうやって。なお前なんか、こう彼氏だろみたいな。忘れてる？うまそうだ。え、これさ、そしてこれ、800円だよ。800円もっと安いよ。安い、ちょっと。よし。じゃあさ、ちょっと、さらに行く。はい、じゃあさ、これ行くわ。これ1000円だ。1080円。普通に、もうすまんじゃん。1080円。今日は。うわ、いいね。うまっ。うまっ。ちょうど、ミニカルの上手です。あ、もう、あの、
じゃあ、あの、タレ付けする前に、はい、じゃあ塩をつけて、はい、あ、わかりました。これ塩かけて食えってさ、餃子。え、餃子に、うん、最初っすか。塩かけて食えってさ、一口餃子、これいただきます。あ、これ一口餃子、うん、え、醤油がないの、うん、うん、うまっ、めっちゃうまい、うまいよ、うん、お前今何もつけてくれたかね、んお前今何もつけてくれたわけじゃないの。あ、いや、これ2個かけた、ここ2つ、これ、あ、でも何もつけてないわ。で、それでもうまかった。うまいな、うまいね、うん、うん、うまい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 わ、うん、これ1,800円、安いよ。え、これ1,800円、うん、めっちゃ安い。天気止め、難しい、これお前難しいよ。丸まくよ。いいよ。でも、でも、え、いや、でも、でも、すぐお腹いっぱいになっちゃう。あ、そっか。うめえ。あの、豚骨餃子かな。天気うめえよ。うめえよ。うめえ。うめえよ。マジうめえ。俺、お前のうめえよ。無視。俺さ、いつも、ご飯、ファミマだから、うん、ファミマかドンキホーテだから、あと間に、牛の段位、あと中尾、中尾な、その3つをこう行き来してるから、うん、感動。もうよくそれで太めやってる。ああ、いや俺いくら太めなんだろう、いかすんだ、いや、そういうことだ。あ、そうなんだ。体質がすげえ、いいな。あ、ケーキ、どうですか。まあ、俺はまあ普通に年年通り太った、普通に太った。でも俺は年のおかげなんだろうな。ああ、まあそれはあるかもな、うん、そう、ああ、そう、今日なんか DJ 社長いたの。だいぶ、ああ、いたね、うん、初めて見たわ、うん、こんなの初めて見た、うん、お前病気の話をかけてくるから、え、表と裏につけたわけよくないか、表と裏に変えた、え、片方だけだったら、その状態で借りに行くんですよ、まあ、一回行ってみてくれ、どうなんですか。おいしいよ。まあ、早いから。これ来ましたよ。来た。待ってるうちに。めっちゃうまそうなんだけど。え、これさ。イカ。イカの姿。全部食えるの？これこっからここまで。どうだ？これ食っていい？あ、いいよ。もういない？あ、俺こっちはこっち食べて。オッケーよ。これまた食べるのが難しいやつだ。うん、イカ食いない。もうどうするの？え？あ、分かる手があっちゃうんだ。そうだよ、うん、ああ、全く切れてないとさ、うん、そんなわけないだろ。羽田空港で食ったイカの方がうめえぞ、ケンキ。これ俺らが立って立ち寿司のあのイカの方がまあ、うめえ。まあ、イカの種類違えたん？イカの種類がちょっと違えてる。あ、確かに、うまくね？うまくね？あ、うまいけど、
そんなことない。ガラス類が違う。え？ガラス類が違う。ああ。そんな変わるの？ん？これはやっぱりサウィンジョーです。これアオリイカで、多分甘い。俺らが取ったのはや、ね。あ、アオリイカか、これが。うん、ああ。寿司屋で食ったのね、うん、確かに、じゃあ種類違うわ、うん、アオリイカなんか貝になるかも。あ、そうか、そう、いや、違うんだよ。なるほどな。あんま甘くなかった、あんま好きじゃなかった、アオリイカ。いや、まあ、これうまい、うまいけど、でも数時間前に、うん、あそこのイカを食っちゃったから、うん、比べて、うん、あっちの方が良かった。これさ、これで食えばいいんだ。もう一回一応食ってみる。え、丸ごと？いや、その下の方に食って。あ、じゃあ、俺がそれで切って、口の中で渡せばいい。いや、お前食うかって。あ、下の方。え、無理じゃねえ。だってこの下の方食ったらもう上も行っちゃうよ。いや、上はこの、これ、これ骨なんだよ、これ。あ、だからここら辺で食えばいい。あ、で、噛みちぎればいいってこと。そうなるほど。手で持っていい。手で持っていい。全然持っていい。怒んない。怒んない、怒んない、全然怒んない。行儀とかちょっと言うんだよ。なるほど、怒んない。これ難しいもんな、こんなの。うおー、いいね、おいしそう。いいね、おいしそう。これをどう？どう？うまい。どう？どう？高木。こっちの方が美味しいよ。ほんと？うん。どうする？嘘。そこなんだ？なんだそれ？甘いってこと？それ飲みって言わない？こうやって外すの？こうやって外して。うん。手、俺手でめっちゃイカ食ってる。キモ。俺。そんなことよりさ、うん、俺はさ、行きのさ、飛行機の中でさ、天気の怖い話をしたいよ。何？怖い話をしたい。天気が、到着の20分前ぐらいからかな、うん、俺がずっとさ、ネットフリックスで映画見てたで、イヤホンしながら見てて、両耳で、字幕ありで見てたんだよね、うん、で、20分間ひたすら天気が音もしないから何言ってるか分かんない俺の携帯画面をずっと見てたの、うん、俺マジ怖かったんだよ。別に別にいいだろ。だって内容も理解できないじゃん、字幕で。え、なのに字幕で分かる。いやいや、字幕で分かるけどさ、状況が意味分かんなかったじゃん絶対。なのにずっとこうやって、横の俺の携帯をこうやってずっと 見てくんの、ガン見。で、なんかずっと天気がこっち向いてんなと思ったんだよね。何してんだろうなと思ったら、いや、なんか見てんなと思って、なんだこれもしかしかも結構長かったじゃん、うん、2、30分。これなんかちょっと嫌だったもん。嫌だったら嫌だって言う。見ないで言う。なんか真剣に見てるから。自分の用意した漫画読み終えて、で、寝ちゃっ、寝もできないか。47分。やることがなくて、俺の映画を見せた。見えない。そうない。もうやることなかったよ。確かにな、うん、イヤホン貸して、片耳貸してとか言うのなら分かるんだけど。いや、それの方が嫌だ。いやいや、でもそしたら一緒に見れるから逆にいいんだけど。前であれ別に内容分かったよ、ちゃんと字幕ある。分かった。もう分かった。てか、気づいたんだったらイヤホン片耳貸そうかとか提案しろよ。確かに、うん、提案してくるよ、それは。なんでそれ言ってくれない。無言でガン見するかな。音も聞こえない、字幕しかない。いや、見てるからさ、なんかそんな、なんか声の言うのもなんか違うしさ、何それとかって。昨日もやばくてさ。あ、そう。昨日もケンキと遊んだんだけど、メンバーが、まあ、他にもいろいろいるんだけど、俺とケンキと俺のリアとも2人。そう。
で、みんなでバーベキューしたから、うん、で、そこに、意味わかんない、そこに打足さん呼ぶ、そう、で、しかも打足さんを呼ぶ、ただでさえもう、え、これどうなのみたいな空気の中で、そう、打足さんを呼んだから、そうそう、打足さん誰がいるか知らずに来たから、いきなり行ったら高木の友達いるんだよ、いや、中学、小学中学生の友達ね、いや、そう、意味わかんない、めっちゃおもろかった、高木の小学校と中学校の話を聞かせてもらった。もともと俺がその撮影の収録の後、友達と遊ぶ約束してて、で、ケンキに遊ぶ誘いをもらって、それを言ったら友達と遊ぶんだよねって言ったら、ケンキがこう連れてきていいよ、みんなでバーベキューしよう、だったらみんなでバーベキューしようって、うん、楽しそうだったな、あいつはな、めっちゃ楽しそうだった、うん、楽しそうだった、有名人と会えてよかったって言った帰りに、ありがとうございます、初めて有名人見たって言った、お前が有名人、あ、でも相手だからしたら俺はあれだからね、同級生だよ、選挙いるのくらい、うん、腹いっぱい、おー、まあ、8ぐらい、8？ うん、あ、結構来た、あ、でも全然、今日は帰って気持ちよく寝れる、確かに、うん、あんま映さない方がいいかな、まあ、朝になるよね、人映る、カードってはいい、カード、これカードが必要、多分、ちょっと、あ、俺ある、見たらしい、そうなんだ、わかんない、ね、10万だって絶対違う、絶対違う、でもさ、やばい、でもさ、これあいつがやったら、高木がやったことも別にここに対してね、こうやってこうやって意味ないねって絶対意味ない、どこで、いや、だから立ち場がこっちだから、ここね、あー、そこ、これだろ、ここか、え、だ、これか、なるほどな、しっかり作られてるんだな、本すぎてびっくりしちゃったよ、ちょっと俺おしっこいしょ、ズボン忘れた、え、寝巻き用のズボン忘れたから、え、あんじゃん、ここに、それで、下なくね、これ全部くっついてんじゃないの、確かに、まあいいや、ここワンピースみたいになってんだよ、そう、うん、ケンキするさ、めっちゃ気をつけてな、あの、全部音聞こえるぞ、でもまあ、別にしゃがねえだろ、あ、まあ、こっちにやろ、トイレどこだ、あれ、トイレさっき聞こえた、え、さっき聞こえてた、うん、さっき、ケンキさ、うん、うんこしてただろ、うん、めっちゃ聞こえたぞ、マジで、うん、やるな、いや、やるなじゃなくて、しかも、腹壊してただろ、腹は壊してねえ、え、ブリ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 って聞こえたぞ、え、最初めっちゃでっかいおならは出したよな、うん、あー、聞こえた、じゃあうんこだ、あ、それは聞かせてたから、ちょっとさ、ちょっと足臭い、うん、俺足臭い、俺足ってさ、俺もさ、うん、サンダルバカ臭いんだけど最近これ匂い取れないけどどうしたんだこれいや、臭い、ずっと歩いたからだよ今日、おー、ちょっと足洗ってくるわ、うん、足臭いよ、いや、俺も足臭いよ、いやいや、ちょっとお前の足臭いと俺の足臭い気じゃないんだよ、え、嘘、大丈夫、臭くないよ、映していい、配信には足洗うと、あ、いい、足臭くないと思うけどな、俺全然匂いしなかったし、本当に、シンジが発見したさ、足をさ、簡単に洗う方法知ってる、何、シンジが発見したんだけど、どうすんの、え、教えてあげようか、うん、じゃあ一回止めて、それボディーソープある、ある、ボディーソープを、うん、右足か左足どっちでもいいから足の上にのちょってやって、で、止まって、はい、で、その状態で、うん、左足をこする、うん、あの上に乗せて、そうそう、うん、そうすると、うん、左足の裏もボディーソープでこう、そう、綺麗にできて、うん、表できるじゃん、うん、右足の表、うん、で、今度はそれ逆にやんの、そうすると、ほら、あいつ天才だな、あいつやばくね、あいつ天才だな、いや、俺さ、これ聞いた時マジでびっくりした、シンジすげえな、あいつ、あいつやばい、え、これどういう、何が起きてるか知ってる、え、何が起きてるか知ってるというか、まず1回目で右足の表と左足の裏、次反対になってんだよ、そうだね、だからそう交互になってるんだよね、そう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 、
でしかも手を使わないっていうのがこれヤバくて。あ、確かに確かに。あいつヤバい。え、あいつマジですごいよ。真実すげえな。あれなんか何でも攻略するの、お前。で、攻略最前線 TV を俺その時初めて感じた、あいつの好きな真実って。でもこいつ臭い、ちょっと。え、ちょ、マジ臭いよ、やばい、やばくない。あ、お前ヤバいわ。そう、お前ヤバいわ。これさ、なんなのこれ。え、マジなんなの。え、ちょ、これさ、なんで臭いの。足が臭くなる理由、汗じゃない。足の汗じゃん。さ、どうぞ匂いでしない、これ。ちょ、これさ、ちょ、これ洗っていいかな、ここで。くせんだよ、これ。どうしたよ、これ、マリちゃん。え、でも男で逆に、足、いい匂いのやついる。いや、ちょ、いい匂いじゃなくていいから、くせえじゃないって。あー。あ、臭いの、これ。マリちゃん、ショックなんだけど。ボディーソープかな。でもさ、これ多分皮脂で臭くなってるはずじゃん。うん、ボディーソープだよな、さすがに。あ、そうだね。こうかな。これで臭くなくなってくれたいんだけど。その福岡の道と相性が悪いんじゃね。ああ、福岡の道は臭いのか。だって東京に来てからでしょ、足が臭いなってなって。あ、違う、東京で福岡に来てからでしょ。そうなんだよ。福岡の道と相性が悪いんでしょ。足が臭いのか。いや別にそういうことじゃないんだけど、福岡の道と相性が悪いんだよ、足の。なるほどな。うん。あ、ピン止めコメント、福岡在住です。自分も足臭いので多分福岡のせいです。だって福岡のせいなんだ。そういうことか。福岡足臭いのが気になる人は、うん、福岡来ない方がいいかもね。そうだね。福岡来ると足臭くなりますよ、皆さん。気をつけて。でさ、キュンキュン絶対これさ、こうドライヤーでブワーってやんないとさ、これ また足臭くなんない、この。あー、そっか、それがその次にってことね。そう。じゃあタオルで拭いた方がいいかな、先に。タオルで拭いてドライヤーバーかな。ちょっと一回タオルで拭くか。うん、これちょ、俺のタオルでこれ使うわ。オッケーオッケー。だからこれでこの辺をこう切りつけてね。ああ、確かに、うん、めっちゃ汚れてる気がするわ。ほんと黒いね。うん、まあでもみんな臭いと思うよな、サンダル。しかも今日雨降ってたし。あ、そうか。それもあって。そうだよな。どういう種類の配信だこれ。え、どういう配信だこれ。確かにサンダルを洗う配信。ちょっとこれ離れるか。福岡ですることではないよなこれ。まあな、けどこれはその高木と来たからこそできてる。まあ確かにね、配信ではあるから。俺はお前のところで嬉しいよ。いや俺も嬉しいよ、誘ってくれてありがとうな。いやー、え、何？なんか見て、ケンキ、リクラーゼーション、リクラーゼーション、リラクゼーションじゃね？リラクザーセー、リラクゼーション。お前ボロボロだろお前。リラクゼーションな。え？ん？これ何？これ何だ？ケンキ。ん？これマッサージしてもらえるの？そうだよ。受付時間7時から2時。ああ、じゃあもう無理だ。そうだよ。この時間来れねえよ。来るわけないだろこの時間。明日の朝じゃ。お願いしようかな。リラクゼーション朝起きたらお前が非常に施術されてる。はずいじゃんか。え、誰ですか。怖いよな、うん、いよ。リスナーが突してきたと思うよな。リスナーがお前のことなんか体切ってると思うじゃん。面白いとこ連れてってほしいな、ホイさんに。な、俺、うわぁ、ちょっと。ホイはそんなノリなのかな。けどもあいつ、あ、俺は福岡案内するっちゃねって言ってたから。ちょっともう一回真似しよう、もう一回真似して。俺は福岡案内するっちゃねってあいつそう言ってたのよ。けどさ、うん、こんな時間から案内できる福岡あんのか。いやだからそれはもうそんなイチャコラせっせでしょ。イチャコラせっせってなんだよ。いやさ、今から案内する福岡の場所なんて。そんなわけないだろ。え、なんかどっかあんのかな。あいつがそんなエッチなお店紹介してきてやばいだろ。いやいや、俺そういうもんだと思ってたんだけど。何を期待してんだお前。高木お前、それを楽しみにしてきたのか今日。いや違う、違うんだよ、違うんだよ。違うってなんだよ。
違うの。お前、だから福岡の女の可愛いのかなとか、お前そう。違う。お前性的な目で見てたのずっと。もうやめて。お前高木、お前見せねえんだろ。もうやめて。お前本当に悪いやつだな。エロガキが。いやでも可愛かったな福岡の。可愛かったなじゃないんだよ。今日かっこよかったな、ホイな。かっこよかったね。うん、てか、でかいんだね、ホイさんって。あ、ホイでかいよ。どんぐらい ?100? いや、わかんない。今日わかんないけど、まあ、結構背高い。ねえ、うん。てか、盛り上げ方を知ってたな。うん。中心、どうだ、いや、そんなこと言ってない。そんなこと言ってない。なんだ、調子どうだって。言わねえだろ。え、言ってなかったっけ、調子どうだは言わねえ。ダサすぎるだろ。しかも、なんて書いてあるの、調子どうだ。いや、ブエーってなってなかったなってたけど、調子どうだは言ってない。お前ら帰ってきたぜみたいなこと言ってたけど。あ、言ってたね。うん、調子どうだじゃヌークっぽい、わかる。ああ、言うな。ヘンズアップ。ヘンズアップも言ってたな。ヘンズアップ。あ、ヘンズアップ言ってたな。ヘンズアップってあれ、手を上げろって言うんだよね。うん、多分そういうことだな。うん、けど、ヘンズアップって言ってたっけ、言ってた。ヘンズアップって言ったの、どちらかというとあの、その前のムカデさんじゃね、ヘンズアップ、ヘンズアップって言ってたな。確かに。昔言ってたよな。うん、でも、ホイさんも言ってたけどな。うん、まあ、みんな言うか、ヘンズアップ。うん、あと、盛り上がってますかは言ってないんだよ。盛り上がってますかって言ってたっけ、言ってた言ってた。ちょっとあ、言ってそうだな。盛り上がってますかって言ってた気がするな。うん。社長が出てきたのがやっぱ。レペゼン、俺たち二人だけじゃねえぜって。あれかっこよかったな。ね。レペゼン二人だと思ってるやつが、みたいな。ね。こんなことねえぜってな。そんなことないぜ。見とけ、うん、つって。こう、社長がバーンって。よかったな。あんな感じで配信も盛り上げてんのかな。多分。うん。ちょ、俺も言おうかな。盛り上がってますか。ヘンズアップ、ヘンズアップ。今度いいな、まあ、イベントで。うん。ゲームのイベントでヘンズアップとか言ってたらちょっとキモくない？いや、だから格ゲーとかの大会、オフライン大会で。まあ、高木選手に優勝じゃないですか。で、一人一人インビューで言ったわけで、試合前にさ、うん、お互い選手にお願いしますみたいなのがあるじゃないですか。うん、じゃあ、なんか、お前ら、俺に力を貸してくれてんだよありがとうすいません、ちょっと、教えてほしい、キンキ。俺さ、うん、0時、この前あったの、スタシックスのイベントで、うん、あの時、マイクがさ、めっちゃ困ったの、マジで。うん、なんか、その、考えたんだけど、いろいろ。うん、なんかその、ま、で自分の番が来る前に、あ、これダメだってなって、これ違うわってなって、いろいろ考えるんだけど、もうその時にはもう遅いの。うん、だから俺適当な音しか言えなくて、うん、ちょ教えてほしい。どう、あの時ってどうすればいいの、うん、違う、これ違うわってなるじゃん。うん、これ違うわってなっても、うん、用意したやつをそのまま行くじゃない。あ、もうそこで変えるのは無理。うん、修正不能だから。あと、キンキも用意してるの、やっぱり。用意してて、うん、違うなってなった時、うん、違うなって思いながら言ってる。ああ、これじゃねえけども、うん、仕方ねえで言ってる。これ多分今じゃないなって思いながら、これ言ってる。うん、ああ、やっぱでもそうなんだ。うん。めっちゃ前の人と話かぶってるわーって思う。いや、そう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 。うん、それとか最悪じゃない？そう、最悪。でももう、言うの？もうだってしゃあない。だってもう、あ、もうだってもうないもん。それで、うん、変に言うとハードルに入ると、うん、よくわかんない感じだったでしょ？なった。うん、だったら変な感じなのに。てか俺もう毎回さ、あ、その今ケンキが言ったことを言おうかな。あ、お前ら俺やってるかんですよ。そう。俺に力貸してくぜ、変ぞー！めっちゃいいじゃん。それめっちゃいいけどお前。ああ。変ぞー！みんな、へ、ふーって言ってくれるから。盛り上がってますか？ヘンズアップよろしくっつってもう毎回それでいこうかな。いいよ、それでいこう。うん、ちょっとそれもらっていい？うん、いいよ。ヘンズアップやろ。おい、なんで？ねんなよ。違う、スマホ見てるの。ねんなよ。高木なんか面白い話して
あそれこそあの、あれ面白かったじゃん、あの名刺の名刺俺が名刺、そのき昨日の収録でさあの、そう、あのね、なんか収録があって、高木と二人で仕事してたんだけどなんかその、なんていうのかな広告代理店の人が来てたのねで、高木あれ名刺とかって受けるの初めてだったのそうだ、初めて、うん、初めて、まあ、ほぼ初めてみたいな、うん、で、なんか名刺受け取ってこいつ、バカだからさ名刺もらった後、その普通になんか、しまえないのになんかあの時5枚ぐらいもらったんだよな。そう、5枚、5枚ぐらいもらって、なんかソファーの上でさ、なんかこんな感じでなんかシャシャシャってトレーディングカードに見てさ名刺をなんか、なんか、シャカバチみたいなのしたしてお前何してた、ダメだろ、そんなことしちゃってなあ、ソファーって、もし、無意識でやっちゃってたんだよな。そう、無意識でシャカバチ始めてでそれダメだろって怒って、で、それで、はははって言った後に、で、こいつ、まあ、名刺いじって、いじいじしたから、ちゃんと覚えたかって、担当者さんの人の名前って言って、で、なんか、ああ、トーンって出して、なんかその、代理店の人がバーって3人ぐらいいたんだけど、離れて、はけて、一回どっかに変わって、打ち合わせで、一人だけ持ってきたんだよね。うん、そう。で、持ってきたからが、じゃあもうこの人誰だよって言ったら、うん、まだまだこの手札に持ってた、この、シャカバチのやつになったから、って言った。パッて言っちゃったって、これって言って、その人の前に、こうやってずらしゃーってて、嬉しい、これ俺、初めて言うんですよ。やばこい人だ。やばない。だから、高木がそこ立ってたとしたら、俺、名刺だとすると、名刺くれって言って、この人、これって言って、で、しかも、間違ってる。めっちゃ間違ってんのそれ。2枚でな、2枚や、2択で間違うんだよな、しかも。そう。いや、もうね、ガチでね、悪気なかったわ、俺。あれ、マジで。悪気がないっていうのは分かったよな。悪気がないだろ。ちゃんと向こうも笑ってた。すげえなと思って。そう、デリカシーとか言ってた。これやばいよな。マジで。いや、マジで10代だよ、お前な。シャカパチはまあいいとしても、これはダメだよ、お前。笑っちゃった、あれはさすがに。いや、俺も、なんか今になってそう言われたら、うん、確か普通じゃねえなと思う。あ、気づいた？やべえことしたって。なんか そこまで言われると、うん、普通じゃないんだなってなる。ちょっと違ったかってなってね。その時もマジでうん、何も気にせず正しいと思ったこれっつってしかも間違ってんのになそうなんだよな、ね、間違ってんだよな。間違ってんのが悪いんだよな。いや、なんか癖で俺カードゲームめっちゃやってたからさ、リュウエマとか、うん、で、リュウエマって 5枚なんだよ、手札。まあ、うん、どんどん増えてくんだけどさ、うん、初手5枚だからさなんか名刺もちょうど5枚だったから、ね、手が覚えてたんだよなさ、感覚をそれでなんかわちゃわちゃやっちゃったんだ。そうで、広げたら閉じて、広げたら閉じてやってるなと思ったらこうやってなんか入れ替え出してなんでこいつ入れ替えてんのカードあれ、なんだっけ、あのさ、シンジとケンケのさ、うん、あれなんか車か飛行機での話なかったっけ。何？なんか元気が明らかおかしいやつ。いや、どんな話だったっけな。なんだそれ。シンジが話した。え、シンジが話してて聞いて爆笑した話なの。え、なんだろうな。沖縄の時なの多分、飛行機乗ったんだったら二人で。あ、めっちゃおもろいやつだったんだよな。なんだっけな。さっきはシンジが話したんだよな。もう一応沖縄のエピソード一個あるのは、うん、俺とシンジとヨイチで帰り帰ったんだけど、うん、俺はなんか。ちょっといろいろスケジュールっていうか、なんかその乗り込み口とかわかんなくて、うんうん、普通に遅刻しそうになって、うん、で、めっちゃ急いで走って行ってたんだけど、うんうん、なんか、バーって乗り込んでる時に、うんうん、視聴者がいたの、確実に。もう絶対に視聴者じゃんみたいなやつがいたの。うん、あ、視聴者いんなーと思ってたの、うんで。それで乗り込み口のお姉さんが、うん、俺らのアナウンスしたんだけど、うん、なんていうかな。乗り込み遅いとさ、うん、アナウンスで本名言うじゃん。うん。野間元気様って言う。
うん、その後さ、なんちゃら新次さんって言う、うん、うん、でもうだからその後夜夜市の本名言われて、うん、うん、夜夜市の本名がファンにバレて夜夜市本名バレてたそう、安倍晋三、野間健貴様、安倍晋二様って言ってさ、もう一人女性の名前が呼ばれてさ、うん、そんなんもう完全に夜夜市どう考えてるで、あ、よいちゃんの名前リークされたなっつってよいちゃんなんて言ってた、うん、バレちゃったねっつってさ、 あんま気にしなかった、うん、いやまあまあ大丈夫でしょうって言うんだけど、まあ確実に視聴者いて、うん、でその飛行機あの人視聴者乗ってたんだよな、同じ飛行機に、うん、え、マジで、そう、そんな奇跡あるんだ、そう、あの搭乗口じゃなくてあの、うん、到着口のところで待ってた、うん、あーもう決めてたんだろうね、飛行機の中で絶対に声かけるぞって、うん、そう、でも公開されてないってことは優しい視聴者、そうだな、あ、確かにね、うん、キュウキュウお前その、その今コメントで見て思ったんだけどさ、その体勢なんかちょっとそうだな楽なんだもん、わかりやすく M だな俺、確かに、うん、綺麗な M だな、うん、めっちゃ M だな、まあ俺昔マックだ、毎年だからこんな綺麗な M ある、ね、めっちゃ綺麗なんだけどこの M え、すげえ、めっちゃ綺麗この M、 ああなんかね、店開いてないからバーにしようぜってやった、あー、うん、めっちゃおもろくない、今から同じバー行くけど誰一人酒飲まないポイは酒飲まれたら困るから俺は飲まないし、飲んでもらわないし、俺も飲まないし、高木も18歳だからお酒飲めない、うん、誰一人酒飲めない状態で今からバーに行くっていう、でやっぱ バーに行くはお酒飲まなきゃいけないみたいな、なんかあんじゃん、なことないよ、なことないよね、ノンアルコールカクテルとかあるから全然大丈夫、おかしいことなの結構、ま、バーテンダーからしたら、うん、俺とフォイみたいな風貌のやつが来て、うん、ソフトに飲んで帰ってたら、一体こいつは何時に来たんだと思う、確かにな、店に入れちゃうの、別に入れるよ、うん、ノンアル飲み屋にしたけど、うん、ダメってことないでしょ、てか店に入っちゃダメなお店ってさある、まあ多分あのそれこそ風俗とかダメなんだ、あれ形風俗って18でじゃない、風俗18で、あ、そうなの、20か、あれ、いや、じゃあ18か、うん、あ、シーシャバーとかダメかもな、確かに、あー、シーシャバーとかダメだね、確かに、でもぐらいじゃない、その居酒屋とかもさ、ソフトドリンクを頼めば別に深夜でも入っていいよね、そうだね、そうだね、いや、18歳を成人にしてくれたのはほんと感謝だわ、そうだね、素晴らしいよな、うん、高木なんか、ん、お店風俗に行きたいの、研究思った、ん、思った、まあでも別に、じゃあ行くのは別にいいんじゃない、できた今回、福岡でちょっと考えるわ、じゃあ俺らバー行ってる間にお前行ってこいよ、待ってるし、でも恥ずくね、何が、帰ってきた時にお前もう恥ずかしくないよ、お前行ってきたんだって、男の人だったら1回ぐらい誰も行ったことあるよ、まあ、てか俺も男だしな、うん、普通に、まあ、そんなに俺だって昔行ったことあるよ、ああ、うん、そうだよね、別に行かない、恥ずかしくない、てかえ、みんな行ったことあるよね、うん、毎回行くって行ったことあるよ、1回ぐらい、逆に行かないのは別にいいんだけど、行ってることはおかしくないよね、うん、そうだよ、行ってることは別に変ではない、そう、うん、本に聞いたらすごいと思うぞ、ホワイに聞いてみ、ちょっとじゃあそうしよう、じゃあそれをちょっと課題としよう、今回最終目標はな、そうなんだ、ホワイにちょっと井の一番にちょっと一旦ちょっと高木が18歳なんだけど、うん、風俗に行ってみたいって言ってると、うんうん、ただ初めての風俗が失敗したくないと、うん、ってなった時にホワイにアテンドしてもらった方がいいだろうと俺は思った、確かに確かに、うん、てか
うわぁ。俺、はまんないかな。まあ、はまったらはまったら別に頑張ってお金で稼げばいいじゃない。確かに、それを目標にね。うん。え、待って、お前さ、その、まだ帝ってその、なんていうかな、その、まだワッパーなの。ん、まあ、まだワッパーの状態なの。ワッパ、ワッパ。その、いや、いや、あれだよ。え、でも、向けてるよ。ああ、いや、その、経験的な。ああ。それはもう、みんなまで言わないでください。言わせないでください。どうしたの？どうしたの？何、怖い。怖いよ。怖いよ。何？いや、違うんだよ、いや、なんかさ、うん、楽しそう。楽しそう。うん。ああ、楽しそう。うん。会話して。ああ、会話は？そう。会話楽しいかもな。一緒にお風呂とか入ってな。行ってきなよ。俺は待ってるから、うん、お店で。ちょっと自信に満ち溢れたお前の帰りを待ってるから。え、でもさ、俺さ、違う、聞いて。怖い。そうだよな。あの、な、じゃあ何が怖いかっていうと、自分が変わっちゃうのが怖い。ああ。俺もし終わった後に、俺もう、全員を見下して歩いてるかもしれない。ん？何見下すんだよ。いや、なんか、こいつらは。いや、こいつらもみんな、もう別にそう、同じステージに立っただけだよ。ああ、そっか。うん。そっか。そっか、世界変わるって俺聞いたことあるから、ただ同じステージに立っただけですよ。か、世界が変わって同じステージに立ったけど、そっか、スタートラインだったけど、なんならちょっと若干まだ出遅れてるまであるよ。確かにな、うん、まだ結局それでもワッパなんだからお前。確かに。じゃあ俺今下にいるんだな、みんなの一個。まあそうだ、そうなるな。下なのかどうかわかんないけどな。お前もしかしてちょっとムラムラしてたのか。ん？お前ちょっともしかしてミムラムラしてたのか。おいあんま俺外出ねえからよーって言ったけど、お前ムラムラしてたのかあれ。いやいや、あの別にあれだよ。なんだよっていろいろ考えてたんだよ。何をだよ。ちょっと見て回ってたんだよ、いろいろ。見て回っていろいろ考えてたのか。そう。で、そのちょっとムラムラしたのか。いや、違う、てかさ、普通にさ、いや、マジでさ、めっちゃ真面目なこと言うとさ、うん、あの、俺もう音楽フェスとか行けない。なんで？超ムラつく。あれか、確かに今日、その、薄着の人多かったよね。多かった。ね。もうブラジャー見えてるわ、みたいな服の人多かったね。うん。めっちゃ多かった。そうか。まあ確かに、クラブイベントみたいなとこだったから、ちょっと服装がクラブ系だったよね、みんなね。うん。あ、お前、ムラムラしてたんだ、ずっと。いやさ、しかも距離も近いからさ。そうだね。あれ、良くない、悪いくの。お前、すげえ退屈そうにしてんなと思ってたのよ。うん。なんか、だから面白くないのかなと思って、すげえなんか、うん、申し訳なかったなと思ったけど、単純にお前、ただムラムラして目ギンギンにやってた気が。あ、そう、めっちゃ見せたよ。あ、そうか。俺の前にさ、いたの分かる？女性。あ、いたね。こうやってハートトレ作ってたの分かる？分かんない。いたんだ。分かんない？うん。え、絶対分かるって、こうやってハートをさ、2人で、女の子2人でこうやって作って写真撮った。こうやって作ってこうやって写真撮ったよ。あ、そういうことか。え、見てない？見てない。わ、見てないわかる。え、それがどうしたの？いや、めっちゃいいなって。いやだからお前さ、ずっとめっちゃさ真顔でさ、うん、こうやってめっちゃなんか目ギンギンだっててさ、うん、だちょっとなんかあ、おもんなくて退屈してんのかなってずっと思ってたんだよ。いや正直、いや俺多分楽しんでたよ。楽しんでたけど、楽しみのベクトルがちょっと違ったみたいなとこ。いや普通にあのライブ自体も楽しんでたよ。ほんと？うん、ただ俺あんまその表に出せない、そのはっちゃけるの俺苦手なんだよ。あ、まあ、そこそこ。ああいうところで。だから、ケンケもさ、別にさ、こう、例えばだ、こうやって手上げたりとかさ、あ、そうだね。できない、しないじゃん。縦乗りしてるだけだったね、ちょっと、ね。そう、俺も縦で、こう、こうやって言ってるだけだったから。うん、俺、あんまその、出すのは苦手なのかもしれない。お前、初、
音楽フェス参加の感想がムラムラしましたっていや、てかマジ薄着すぎたからな。いや別にムラムラしてたんだ、そう言ってくれよ。別にさっきの段階で別に言ってくれよかったのに。え、いや言えないよそんなこと。え、でもフォイ何してんだあいつ。確かにフォイ、うん、俺今からが一番楽しみだから。そうだよね。え、そのフォイにそのエッチなお店紹介してもらうところってこと？うん、とか、まああのそのとかね、とかって言うなよ。違うよって言うなよとかって言うなよ。もうそれじゃんとかね。大人になんだな、アギが今から。わかんないけどね。まあわかんないね、わかんないけど、そんなる可能性を秘めてる、ね、そうそうそう、今一番大人に近い男。そうだよな。てかお前そんな別に変わんねえぞ。え、ちなみにそんなのコンタクトつけたみたいな話じゃないんだからさ、うん、急になんか視界が明るくなって周りがいっぱい見えるようになりましたみたいなことなんないで。え、いやいやいや、俺そう聞いたけど。俺は何もその日変わらなかったけど、初めて童貞を卒業した日、うん、何一つ変わることなかったけどな。いや俺一番怖いのはマジでだからその余裕ができちゃうこと。できないって言ったら大丈夫って。いや本当に、うん、こんなもんかって思うと思うよって。え、やめて、ちょっとその、え、やめて、言わないでそれ。お前18だもんな、うん、今一番性欲高くなる時期だろうね。確かに、ね、その性別的な話で言うと。てか俺さ、俺マジで年から年中金玉パンパンなんだよ。毎日してる？ああ、そうだね。ああ、まあやっぱ18の時はそうだったな。俺も毎日してたな、うん、なんか30とかになるともう毎日しなくなるけど、なんか、ま、大人になると変わるらしいね。うん、なんかちょっとずつ減退してるけど、なんかね、毎日するのがもう日課になってると思うんだけど、うん、なんか今日は眠いからいいやっていう日が何日かに1回来るよね、まあ最初。ああ、はいはい。で、そういう日がちょっとずつ増えていって、うん、最終的に、するのを忘れる日が来るんだよ。え、嘘？そう。で、それが数日とかなって、あ、そういえば俺スーツしてないな、っていうことで気づくみたいな。え、俺今やばいよ。めっちゃ腹減ってんだけど、飯食う前にしこるかだもん。ああ。え、今もしかしてしこりたい？いや、あの、別に、いやいやいや、マジな話で、うん、別に向こうに仕事していいよ。いや、やめて。そんな気にしないから。やめて。いやいや、できないよ、その、できない、できません。いや、別に、気にしないよ、俺は、全然。てか、俺、こうなることをもう予想して、しこってきてるから。けど、もう、けど、フェスでムラムラしちゃったんでしょ。まあね。で、今、パンパンでしょ、お前。パンパン。でしょ。まあ、とりあえずまあその、いつもしていいからな。うん、分かった。それ一応それだけ覚えておこう。うん。さあ、うんこしてきていい？え？うん、え？うんこっつうか、なんかそう、今、屁が出そうなんだけど、うん。ちょっとこの屁が、どっちかわかんないんだよな。しっかりやっちゃう、やってみよう。いやいや、それすると、取り返しがつかないんだよね。え、しっかりやってみよう。ケーキ、そこは2分1。え、ちょっと臭い可能性は多分か 80% ぐらいで臭いよ。あ、いや、それはもう受け入れるよ。OK、いくよ。うん。ちょっとお前、出たくない。いや、セーフっぽいわ。出たくない。いや、セーフだった。セーフだった。きったね。セーフだったわ。きったね。お前さ、傷つくよ、俺だって。お前がやれって言ったのにさ。
お前やれって言ったのに、その親ってさ、傷つくよ、俺。出たくない。正しいよ、俺。今の出たくない。出てないって。ほんとに？うん。出たわかるもん、すぐ。え？結構低い音鳴ったよ。いや、なんかね、出てるときは低い音じゃなくてね、水っぽい音がなんだよ。あー、わかる。ジャバジャバって。おしっこ漏れそう。すっごい音鳴ったけどな。そうなんだよ。第2期だよ。これは多分本当に見てるな。ちょっと。そう。二択成功した。うん。こっちはでもアンドだと思う。あ、てか気をつけろよ。マジ全部音聞こえるからな。ブリブリブリって。音鳴ったら言うな。うん。お前やばいって元気。これはさ。もうトイレに行ってさ、お前マジでやばいって。やばいからさ、もうどうしようだよ。お前やばいよって。だってそどうしようだよ、それに関してはもう。おもろすぎる。お前全部聞こえてたって今。こんな配信ある。こんな配信あるの。え、どういうこと？いやもうケーキ1回目で全部聞こえたから無駄だけどな。ただいま。いやケーキもう遅いよ。え？最初全部聞こえてたもん。なんか俺今の一気に冷めた、ちょっと。何が？あのうんくの音で。冷めたっていうのは何が？ブリブリ切ってもパンパンの音が。切ったらパンパンじゃなくなった？うん。どこに行ったんだろう、栄養が。すげえな。18歳の金玉バンクからさ、うん、パンパンの金玉を無理やり引き下ろした。確かにな。すげえよ、俺。元気に。俺のパンパンの金玉を吸い取られたわ。高木のパンパンの金玉吸い上げたもん、うん、戻してくれ、ちょっと。先生。ちょっとおしっこしよう。高木、お前ちゃんと音鳴らせよ。ああ、そうだ。聞こえちゃうから恥ずかしいぞ、お前。うん。ええって。それで出ねえだろ、しっこ。しかも、結構ブレーカーあるせいで、普通にその機械が聞こえんだよな。終わった。一番いいところで終わった。ラビットパーって終わった。なんか思った以上に向こうにいる人たちが多そうだから、配信切る感じにしとこう。事故りそう。さすがに、なんか、酒入ってる状態のあいつの友達たちがちゃんとできるかどうかがわかんないから、普通に事故りそう。うん。ちょっと怖えよな。さすがに。正直。多分やばそうだよな、普通に。ちょ、俺もなんか自分で考えて冷静。脇さんいるってことは、つまり脇さん以外にもいるってことでしょ。ってなった時に、あ、じゃあ、フォイの普通に友達たちがいるのか。ああ、じゃあ事故るな。多分ゼータがびっくりしちゃうな。まあ、高木が卒業した時は、高木が帰ってくるシーンの動画だけは収めとこう。うん、戻ってきた時の高木どうだったっていうのはちゃんと動画に撮ってます。てか身長とか伸びそう。何が止まってて身長は伸びないから。え、俺ちょっとそれさ、気になる、うん、変わるんだろうな、だって何かしら世界変わるって思う。変わんねえ、なんで身長伸びるって。じゃあ一応お前が卒業したら、うん、卒業したら配信をしようか。あ、そうだね。寝る前に戻ってきて、うん、どんなもんだったかっていう、うん、
分長くなるぞ多分長くなるぞじゃあ行ってきます。あ、もう始まります。うん、一緒始まりますというか向かいます。ああ、そっか。はい、じゃあ行ってきますね。行ってきます。